さあ、というわけでですね、ただいまの時刻はですね、朝の9時5分でございます。おはようございますというわけでね、朝日もことほぐような爽やかな朝でございますが、今回のゆぬこ動画はね、優雅な朝ごはんの様子をお届けしたいと思います。ちょっとね、昨日の夜に、明日は朝がゆっくりだから、ちょっとね、優雅な朝ごはんを作ろうと思いまして、とある食材を買ってきました。燻製ベーコンと卵、こちらのね、2つを使って、今日はね、ハウルの動く城に出てくるベーコンエッグを作りたいと思います。それではね、早速作ってみましょう。ゆいのこの優雅な朝ごはんタイム、いってみよう。うわー、分厚い、美味しそう。これを3枚にします。すごい分厚い、3枚って難しいね。あ、プチって言った。うわー、イエーイ、できた。1枚、もう1枚。難しい、全然太さ違うよし、焼いていきましょう。うわー、いい色。最悪、潰れちゃった、楽しい。ヘタちょっと作ってごまかしちゃった。潰るかな。うわー、大きいやっぱね、朝はコーヒーを飲まないと。よし、ペーパードリッパーですよいしょ、できた、できました。美味しそう、ほかほかだ、湯気が立ってる。嬉しい、いただきます。じゃあ、マルクルっぽくね、このまま食べよう。いただきます。うん、うん、うまい、うん、このベーコンそんなにしょっぱくない。そうだ、卵、うん、この卵のとろける感じがさ、究極に飯テロだよね。はあ、とろとろりー、おいしい、幸せ朝ごはんだ。
ベーコンと卵がね、めちゃくちゃ合う食パン。これを、はい、いよ、ラピュタパーン、ラピュタパンできた。ダブル。二度おいしいってやつだんだ。いただきます。うん、うん、おう、いつもはね、朝ごはんはね、大体ヨーグルトとバナナなんだけど、たまにこういうね、デラックスなご飯が食べたくなる。こういうね、デラックスご飯の時は大体お昼食べなくて、なんか夜、野菜スープとか、野菜炒めたやつとか、一応ね、ちゃんと調節しております。ダメなんだ、朝食べないと。腹が減ってはね、戦ができぬので。ごちそうさまでした。はい、というわけでね、今回はゆうのこのちょっとデラックスな朝ごはんにお付き合いいただきました。ありがとうございました。ちょっとね、朝から塩分取りすぎた感じがするので、まあ、お昼と夜ごはんはね、気をつけて体にいい食事をね、したいと思います。というわけで今回も美味しそうだなとか、朝ごはん一緒に食べたいなとか思ってくださった方は、いいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。また食べてみてほしいジブリ飯とかね、あとこんなとこ行ってみてほしいなとか、やってみてほしい企画があったら、ぜひ下のコメント欄に書いてください。私全部読みます。というわけで、朝なんでちょっと低血圧と言いますか、静かなゆいの子でございました。それではまたねー。